お風呂上がりに飲むだけで痩せるドリンクお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひお受け取りください。それでは1つ目の項目です。なぜお風呂上がりに飲むだけで痩せることができるのかという、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。ポイントは4つあります。1つ目です。腸内環境が整うから。2つ目代謝がアップするから。3つ目血行促進することができるから。4つ目デトックス効果が高いからなんですね。これだけのダイエット効果を得ることができるドリンク、後ほどご紹介していきますね。では項目の2つ目です。何を飲めばよいのかということで、今回はドリンク3選ね、お伝えしていきたいと思います。まず1つ目は天然水です。天然水を飲みますと腸内環境が整います。そしてまた血行促進効果、代謝アップ、デトックス効果、そして何よりもミネラル成分が多く含まれていますから、もう飲むだけでねミネラルが取れるわけです。このねミネラルないとねダメなんですよね。やはり栄養です。ミネラルがあれば痩せホルモンを作ることができるわけですから、こういったのが不足しているようなお水を飲んでしまいますと、まあ、逆効果になりますよね。お水ってとっても大事になってくるんですね。でよくお水でご質問いただくことがあるんですけれども、先生、あの天然水って、まあ、よくねスーパーで売ってあるような、まあ、香水、まあ、主に外国産のものですよね。外国から来たお水が香水で、日本は主に軟水が多いですよね。どちらが私に合ってるんですかとかねご質問いただくんですけども、やっぱりね体質ってあるんですよね。例えば便秘気味な方はですね、やっぱり香水がおすすめなんですよね。ただちょっと香水はね、私たちこう日本人は馴染みがなくて、ちょっとね飲みづらいな、こう硬い味、なんかこうね味わかります？違うんですよね。少しね飲みづらいかもしれないんですけども、まあ慣れですよね。なので便秘がちな人は香水がおすすめです。ただ逆に便が緩い方、お腹が緩い方っていうのは香水を飲んでしまうと、逆にお腹がますますね緩くなってしまうので、やっぱりちょっとお腹が緩い方とかお弱い方っていうのは軟水の方がおすすめになります。はい、では2つ目のドリンクは白湯になります。まあ、先ほどのね天然水を、まあ、お湯の状態にすれば OK なんですけれども、そうすることでまた効果がねここでちょっと変わってくるんですよね。まずは内臓が温まりますから、動きが活発になって脂肪燃焼効果がアップします。でまた消化や代謝がアップすることでデトックスもできますし、むくみ改善効果もあるんですよ。ではドリンク3つ目はこちら、無糖の炭酸水になります。こちらもやはりよく見かけるのは天然水の炭酸水、まあ、これが一番ベストですよね。しかも無糖ですよ。ここで例えばレモンフレーバーとかグレープフルーツフレーバーとかモモとかいろいろあると思うんですけども、そういった香料も一切無添加のものを選んでくださいね。そうすることで炭酸ですから腸内環境、特にその腸の蠕動運動がねやっぱり炭酸水のおかげで活発に動いてくれるようになるんですよね。そうすることで炭酸ガスが体内にこう入りますから、消費エネルギー、要はカロリーをねどんどん使う、まあ、代謝がねアップするわけですよね。そして、まあ、血行も良くなりますから疲労回復効果もありますし、まあ、なんといっても、まあ、今までドリンク全て共通しますけれども、カロリーゼロですからね。やっぱり寝る前、まあ、大体皆様いかがですか、あのお風呂って寝る前に入る方がほとんどだろうなと思うんですけれども、まあ、特に、ね、朝風呂っていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、特にこの入浴後お風呂上がり飲むのは今お伝えしたドリンクがベストなんです。その理由とさらに痩せる飲み方、効果を項目3つ目でお伝えしていきたいと思います。はい、では項目3つ目どのようにということで、今回痩せる飲み方お伝えしていきますね。まずはもう入浴後、もう直後にですね、最低今お伝えした3つのドリンク、どれでも良いです。
を200から400ミリリットルしっかり飲んでくださいね。とっても大事なんです。でこのなぜ入浴直後にこのお水がダイエットに向くのかというのは、やはりお風呂に入りますとその水分がねやっぱり足りなくなってくるんですよね。そういう時にあなたのお体がどうなってくるかというと、水分不足になりますと血液がですね、ドロドロ値、簡単に言いますとドロドロ値になってしまうんですよね。でこのドロドロ値になってしまうと巡りが落ちてしまって、結果代謝が悪くなってしまって太ってしまうわけです。そこに先ほどの天然水であったり左右または無糖の炭酸水を取ることで、しっかりとその血流のですね流れを良くすることができて、またドロドロ値からこうサラサラとね、もう本当に綺麗にこう流れる状態を作ってあげるっていうのがもうとにかく大事なんですよね。できれば、お風呂の後とお伝えしましたけれども、可能であればお風呂の入る前にも同じ量を飲まれるとさらに予防にもなりますから、ダイエット効果がアップすることになりますので、飲める方は飲んでみてくださいね。でここでですね、よく質問を受けるのが、先生そのお水じゃないとダメなんですか、例えばお茶とかね、あと 100% の果汁ジュースとかいろんな飲み物ありますよね、そういったのはダメなんですかっていうご質問もね非常に多く私いただくんですけれども、もちろんねダメではないんです。腸にいいものであれば、例えばノンカフェインで無添加で痩せる効果が高いお茶って、私別動画でもいっぱいねご紹介してますけれども、そういったお茶でも悪くはないんですが、もう寝る前ですよね、寝る前にやはりお茶系や、特にそのジュースとかはもう NG ですよ、完全に NG、 過糖がすごすぎますからね、エネルギー取りすぎですから、そういったのは置いておいてなんですけれども、どんなにですねノンカフェインでいいお茶であったとしても、お茶はお茶なんですよね。そうすると腸が少なからずともね消化しないといけないんですよ。お茶って入ってますから成分がね、そうすると腸に蓋をかけてしまうんですよね。できることならもう寝る前はですね、もう散々朝昼晩と腸にね食事を取ったことで蓋をかけてるわけですよ。腸の立場で言えばもう朝から晩まで働かされてね、やっと夜が来た、やっと休めるって、食事も入ってこないと思ってたのに、寝る直前にそういったお茶をガブガブ飲んでしまいますと、少なからずともね、うわまた来た消化せないやんってなるわけですよ。ところが先ほどお伝えした3つのドリンクは消化する必要がないんですよね、お水ですから。そうするとどうなるか、もう腸がやったーってなるわけですよ。もう自分にとっても丸ですし、何よりも仕事がないっていうね、私も休めるってこうなるわけですよね。ですからやはり寝る前やお風呂上がりというのはもうお水です。お水がベストで、しかもですねお茶とか、そういった例えば水分、例えばスープとかお味噌汁とか、いろんな水分ってありますよね。そういったのは体液の循環には適してないんです、無理なんです。一番いいのはやっぱりお水、お水じゃないと体液がですね、血液とかリンパ液とかそういったのがきちんとこう循環しないんですよね。なのでお水って大事ですよってよく言われてますよね。ダイエットにはお水ですとか、いろんな方がねいろいろ伝えてくださってると思うんですけども、私もそう思います。とにかく私もそうなんですけれども、1日取るお水、水分の摂取量のもう8割9割は私水なんですね。で残りのコップ1、2杯せめて2、3杯ぐらいでしょうか、ティーカップね、それが私お茶なんですよね。なので割合が大事です。だからいろんなものいいんですよ、全部飲み物、私が紹介している飲み物全部いいんですけれども、割合としてはやはりお水です。工夫してねお水を飲んでいただきますとベストということになりますし、あとポイントは冷たいのはダメです。腸の動きをねストップしてしまいますし、何よりも太ってしまいますから、冷たいものとか氷ガンガンとかそういったのはやはり目標体重になるまでは NG ですし、目標クリアしてからもやっぱりですね冷たいものは腸を冷やしてしまって代謝が落ちてまた太るっていうね、この負のスパラルに入ってしまう原因の大きな一つになりますから、避けていただきたいなと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。